レドフォード以来にあのおかげさまで伴奏いたしますので、そして山脇君が得意しまして、それで一言挨拶をしていきたいと思います。時間がありませんので2つほどお話したいと思います。一つはですね、皆様方もう30、数名の方々の前室の、偉大な指揮者、秋山和義先生とか、そういう方の指導を前室に向けて来られましたので、いろんな指揮者の方々の、言われていることを全部蓄積されて、素晴らしいライブに関する、知識、それから、技術をお持ちだと思います。でオーケストラは、とても難しい曲なので、なかなか演奏できないんですね。で、ドミルもメトホード以来演奏はしておりません。で、今度の演奏会も去年から伸びたんですけれども、やるのに、我々8月に、何回も役員の話し合いを持ちまして、このままではドベルは演奏できないと、下手で。で、僕も練習的にこう練習しながらですね、嫌だっす、こんな練習嫌だっす、もう僕やりたくないです、皆さんひどすぎるかという話をして、それで実は、ここが使えない時に、嫌われですかね、あそこにあるギャラリー川中、狭い絵の、あそこを借りまして、2回、9月の初めに臨時練習を設けまして、それからこの間の、山脇一郎先生の、練習の時には2日間、その前2日間、特別練習をまた入れまして、そういった練習をして、なんとかいい演奏で応えたいということで、実質的に努力しました。今、成田先生の話もありましたけれども、皆様方も、あと数回しか練習がありませんが、普通の生活をしているのでは、大工は絶対歌えないと思うんですね。うち高校生もこうやって言いますが、高校生にもそういうふうに言ってあります。だから、そこのところよろしくお願いします。それから、もう一つはですね、我々オーケストラですから、柳田先生からも、聞いてらっしゃると思いますし、これまでの、指揮者からたくさんお話を聞かれたと思いますけれども、ベートーベンは、生きてる間に4つの楽譜を大工は書いてるんですね。4種類書いてるんです。で、詳しい話は避けますが、ずっとそれから、そうですね、2000年ぐらいまでは、このブライトコップという出版会社の旧、古いですね、ブライトコップの楽譜がずっと使われていたんです。それがこの楽譜ですね。これが、旧ブライト。皆さん、昔の黒岩秀夫先生とか、やられた頃は、この楽譜を使っていたんです。それから、1回、10回ぐらいとかですね、20回、この楽譜です。それから、そうしますちょうどメドフォードに行く頃にベーレンライターが出ました。で、それがこれです。それで僕のところにこの付箋がこうたくさん貼ってありますけど、これ、これは2000年頃に出まして、ここの演奏会ではですね、高関健先生が来られた時に初めてこれ使われました。ですから高関さんが指揮された時に、かなり早かったじゃん、じゃんじゃん、早かった。それから最後の、おいしいよ、分けるところが3秒したから、これが20年間ぐらいずっと流行りました。それでその後に5年ぐらい前にシン・ブラドル、これちょっと聞きたいんですが、がまた出てます。ご存知だと思いますが、で、この付箋はですね、それぞれ楽譜が違うんです。音まで違うんですね。フルートとオーボエとか音まで違う。
強弱記号なんか全然違います。ですから我々オーケストラはこれ楽譜を見ながら比較しながらやってる。今度山田先生はですね、矢作君は途中までこれだったんですが、やはりいろいろ考えてみると、こういう子はこれは自分の考えとはちょっと違うんじゃないかと、ね、7月頃にこれに変えましょうと言うんです。我々も分かります。オーケストラ3部楽譜全部やりたいです。もう一回やりたい。ちなみにこれはですね、僕、また変えるんですから、山田君が東京でコピーして僕に送ってくれましたので、楽でやったんですけど、でそういうことでやってるんですよ。そうしますと、このベーレンライター版の、合唱もそうですが、楽譜とオーケストラとあっちこっち違うんです。コーディネートはえらい違いです。でですね、これはリベプラジコフ版の9番というのは、古い版はですね、カラヤンとか、そのあたりが、フットウェグラーとか、カラヤンとか使ってた時の楽譜ですね。これは慣用版といいまして、練習をしていく中で、指揮者がとか演奏者だったら、いくらなんでもこれはおかしいんじゃないの、ベートーベンの書き方は。ベートーベンってご存じのように、すごく悪質なんですね。専門の釈迦でないとわからないぐらいの汚いですよ。モーツァルトは綺麗ですよ。それで、やっぱ間違いじゃないのっていうので、だん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 指揮者がこう、練習中に変えていったのを、まあ、有名なのはワインガルトなんて人がいるんですけども、その人はすごく変えてる。だけどそれはあんまりじゃないかというので、やっぱり原点に変えるというのがこれなんです。ところが、やっぱり音楽的にどうかなというので、今まだね、これに変えず、流行ですね、流行です。スカートが長くなったり短くなったりすると、同じようなものだと僕は思ってます。で、山田君はこれ使ってる。ので、例えばですね、テンポの指示、僕は今これには書いてないですが、もう皆さん一番分かりやすいのは、最後に、トランクの練習で、ゲーって吹いて、ゲー、楽譜上は日本語として動くんですよ。ゲー、ふん、ふん、けんが、ゲー、ふけ。それは、慣用で。で、オーケストラが、チャ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 っていう手法を超えるんですよ。刻んでますから。それに合わせてやってます。これは、カラヤンとかですね。それを全部やってます。で、聞かれた方は、こう聞いてみると、そういう演奏がたくさんあります。最近のこの、ベーレンではないですが。で、そういったことで、あちこちで楽譜上、まあ他のことをやらなくて先生から分からない、僕らのオバも歌わないとか、楽しみがあったと思いますから、確認しましたので、そういったところがあるので、そういったことも含めてオーケストラがあります。まあ、ただ、こういったことはですね、プロの指揮者が来て、1回とか2回とか、で、2時間、3時間とリハーサルで皆さんをやりますから、この指揮者は、その2時間3時間の中で、やらなければいけないことを急いでやりますので、どうしてもこういったことまでなかなか音程のことがですね、ありますけど、そういったことが言えないんですね。ですから、なかなかそこの中で我々ノベルがやることで、こういった話がもちろんご存じだと思いますが、ちょっと喋らせていただきます。それから例えばですね、これ最後です、コルボで
よろしくお願いします。